演武開演。本日はこちら富山県の南砺市という場所があるのですが、その南砺市の名物お豆腐の味噌漬けを食べてみたいと思います。富山は行ったことないんですけど、こんなのあるんですね。うわ、しかも結構分厚い。これどうやってどこから開けるのかな。開け口みたいなところはあった。ここか。ここを開けてみます。と、結構大きいですね、このお豆腐。なんだろう、すき焼きとかに入っているお豆腐ぐらいですね。こういうお豆腐って結構小さいイメージがあるんですけど、まあ、ではちょっと切ってみますね、これ。なんだろう、お豆腐らしからぬ手応えがあったな、今。はーい、では断面をお見せします。こんな感じで、なんだかきめ細かやかな雰囲気がありますね。では食べてみます。いただきます。当然ですけど、いつものお豆腐とは全然違います。こちらに商品説明があるのですが、本当にチーズのように濃厚で、いつも食べているお豆腐とは大豆の旨味が全然違いました。ここまで美味しい豆腐は今まで食べたことはないですね。で、こちらに他にもいろいろなお豆腐があるみたいで、こういう解説がされています。あー、他のお豆腐も食べてみたいですね。そして南砺にも富山にも行ってみたくなりました。というわけで、こちらの点数とさせていただきました。それでは、春は来い、愛おしきかな、あの人たち。あの人たちの恋が成就しますように。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。